レーダー法然ヒトラーユーゲントの隊員ボーイスカウトの少年とリーダーハーフパンツとは中間的な丈の長さのズボンの総称。クォーターパンツより長く、スリークォーターパンツより短く、裾の長さは膝上丈から膝元丈程度である。短いズボンの総称であるショートパンツとも定義が重なる部分があるが、ハーフパンツの場合にはホットパンツのように極端に丈の短いものは、 含まれない。時代による推移はあるものの、現代における普段着としては、精査や年齢を問わずに着用されている。また、スポーツウェアの会の内長めの裾を持つショートタイプのものを指すこともある。学生の体育の授業で用いられる体操着にも、同様の長さを持つタイプが存在する。英語では、ショーツ、または、ショートと呼ばる。古くは、ヨーロッパのアルプス地方。 ドイツのバイエルン州南部からオーストリアのチロル地方では成人男性が伝統的衣としてレイダーホーザという名称の革製の短いズボンを着用している。後に見られるニッカーポッカーなどは登山などに愛用され世界的に普及した。第二次世界大戦中にはヒトラーユンゲントのユニフォームとしてズボン釣りと針十字の腕章と共に用いられた。また、 ボーイスカウトのユニフォームの一つとしても使用されている。半袖、ハーフパンツ姿の児童日本では、バスケットボールがユニフォームとして採用した後、サッカーやバレーボールも採用した。ハーフパンツの普及を機に、青年、成人層の男性が素足を出すことに抵抗感が薄れた。その後、しっかたけのハーフパンツ、スリークオーターパンツに相当する、すね丈から、 くるぶし竹といったさらに長い竹も登場した。それぞれの裾竹には厳密な定義がないため、以下は、おおよその目安である。ありがとうございます。